こんにちは。ダンススクール D スタジオのウェブ担当です。今回の企画は、ダンス未経験の運動不足が体験レッスンを受けてみたということで、新所沢にある D プレゼンツの方にお邪魔したいと思います。まあ、そんなわけで動画が始まりましたが、僕自身、人生でダンスしたことってほとんどないんですよね。で、加えて3年で10キロも太ってしまって運動不足ですし、なんで体験レッスンが実際どんなもんなのかっていうのちょっと気になってました。西口からちょっと歩いていくと、まあ大体3分ぐらいですかね。左手にダンススクール D プレゼンツが見えると思います。3階なんでね、ちょっと階段上がっていかなきゃいけないんですけど、1階2階は居酒屋とかがありますね。じゃあ早速Dプレゼンツの方に入っていきたいと思います。